はいどうも。今回はね、TED、これをね、活用していただきたいなと思い、この動画を撮っています。まあ、2年ぐらい前なんですけれど、まあ、とあるね、自称、純ジャパバイリンガルの方が、こういう風なツイートをされていました。TED なんてね、意識高いことは不要と、子供向けの YouTube で英語を学びましたと。まあね、僕は子供向け YouTube で英語を学ぶこと、これは否定しません。ただ TED、 これはね、やっぱり見る価値、これはあるんじゃないかと思っています。というかね、この人本人がね、現在アカウントを見てみたら、その意識高い系のツイート、これをねリツイートされてて、本人自体が意識高いになってる、正確に言うと意識高い系になっていると。で、同じね、意識高いだったら、TED を見た方が100倍いいと僕は思います。今回はね、TED との一般的なリスニングの教材との大きな違い、これをね、説明していきます。まず一つ。TED の動画って10分から15分ぐらい続くんですよ。普通の教材だと、だいたい長くても1問あたり5分、短いやつだと数十秒で終わってしまいます。TOEIC とか英検とかがこのぐらいの1問あたりこのぐらいの長さなので、これに合わせてるんだと思います。あとね、一般的なリスニング教材として、例えばジャパンタイムズの社説集、この CD もね、1話あたり5分とないです。それに対して TED の動画、スピーチですね、これって一つのテーマについて、だいたい10分とか、長い場合だと15分20分とトーク、これをしますね。一つのテーマに対して10分ぐらい、長い間話している、これを聞くとね、最初は分かんなくてもだんだん分かってくるんですよ。同じテーマをずっと喋っているから、単語の言い換えとか関連語とか、例えばやったけど、ポストに関するテーマだったら、ポスト、レター、あとライトとか、そういう単語が出てきます。これによってね、全体的になんとなくだけど分かってくると。 TED はね、動画なんですよ。だからイラストとかアニメーション、これもついてきます。だからね、最後までついつい見てしまうと。となると、リスニングの聞いていた時間、これがね、かなり長くなるんですね。だから勝手にリスニングの勉強ができると。そういうわけです。TED のスピーチって飽きないんですよね。すべて見る必要はありません。てか、無理です。ただ、自分の興味あるトピック、これをね、この動画を見れるんですね。英検とか、練習でリスニングをすると、やっぱりね、そのつまらない文章、これを聞かなければいけないと。例えばジョンとアヤがいかにほうれん草が嫌いか、これをね話す、そういう問題もありますが、もう誰が興味あんねんと、そういうことになります。でもね、 TED っていうのはそういうのがないと。トピックがね、豊富なんですよ。例えば宇宙、脳科学、理系だけでなくて政治とか教育、これもあります。だからね、本当にいろいろなジャンルがあるので、ぜひ自分の好きなところ、これを選んでその動画を見てください。で、自分に興味ある分野があるだけではなくって、大体ね、そのスピーチしている人、ジョークをね時々言うんですよ。多分ね、アメリカではスピーチを、その観客を飽きさせないための技術、機能、こういったものもね、学んでるんじゃないかと思います。で、そういうね、ジョークで観客が笑ってると、でも自分はそれを聞いて笑えない、そういうことあります。やっぱ英語が分かんないから。でもそうなるとやっぱ悔しいって感じるんですよね。その結果、より理解しようと一生懸命になるわけです。
ストレスがほとんどなく英語の聞くことができます。そうするとね、先ほどテッドなんて意識高いって言う人を紹介しましたが、全然意識高くないですね。その聞いてる感じはホンマデカテイビとか秘密のケミー書、これを見ている時の感覚と同じです。その皆さんにね、勘違いしてほしくないこと、これがあります。それは意識高いという言葉の意味ですね。本来の意識高いっていうのは役立つかどうかわからないこと、これを学ぶことだと僕は思っています。でも最近ね、役立つことをやる、これがね意識高いと思われている節があります。まあかつてはね、意識高い系って言われてたんだけど、意識高いって言われがちですね。まあ、例えばなんだけど、大学で学ぶこと、これって役立つことと、まあ、直接は役立たないこと、この2種類あるんですね。例えば理系で言うと理学系、これは直接的に役に立つっていうのはあんまりないです。むしろ工学系、これはね直接役に立つことが多いと。で、先ほどちょっと紹介した純ジャパバイリンガルの方、これね、早稲田の文化構想学部というところの出身なんですね。詳しくは知りませんけど、ほぼ文学部です。昔は第二文学部って言われてたところですね。文学って直接的には役立たないんですよ。つまり、その理学系と同じ感じですね。で、あえてね、変に聞こえるふうに言いますけれど、意識高いところなんですよ。だって直接役に立つものを学ぶわけじゃないから。で、そんなところに、つまり意識高い学部で学んだ人がテッドを不要なんていうのって、正直ね矛盾してるんじゃないかと思います。結論としてね、テッドって直接は役に立たないかもしれません。でもやっぱり英語の学習、これにはねかなりこう役立つ、そうなんじゃないかと思っています。今回は以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。